OK。 よし、サロンワークの時は、まあ、大体シンプルですね。もう今までずっと真っ黒のファッションだったんですけど、脱真っ黒ファッションをして、こういう白いパンツとかをようやく履くようになりました。なんですけど、やっぱね、白ね着ると引き締まりますね。あのカラー剤で汚れないように仕事をきれいにしたりとかするんで、まあ、なんかこういう色を使った服をサロンワークで着るっていうね、ちょっと挑戦的なことも今後はしていきたいなと思ってます。で、まあ、基本的にはシンプル、ミニマルで、まあ、お客さんが主役なんで、あんまりこう僕は黒ポニテするというかいう感じでサロンワークはしていて、ただまあ疲れ顔とかを脱するために、まあ、顔はメイクを最低限してます。まあメイクっていうほどではないんですけど、まあ、ちょっとこうくすみを消したりとか、まあ、結構肌荒れしやすいんで肌荒れをねちょっ と片付けるというか修正したりっていう感じで、なんかマイナスをゼロにする程度のメイクは毎回してます。まあ、基本的には僕自分のブランドの、アイテムあるんでそれでやってます。ヘアは僕ずっとセンターパートなんですよね。もう本当に歴史をたどれば高校生ぐらいからずっとセンターパートなんですけど、まあ結局落ち着いちゃうんですよね。これに清潔感出るし、やっぱおでこ出てた方が説得力増すっていうのもあるんで、まあこのセンターパートのスタイルで今みたいに下ろしたりとか、まあジェルとかで上げたりする時もありますし、まあ3パターンぐらいでヘアスタイリングはいつもしてるって感じです。今から来るのは、堀口秀隆さんというですね、YouTuber をやってる方です。 YouTuber 友達ですね。彼の映像を見て僕 YouTube をやろうと思ったっていう経緯があって、っていうのもなんかこう今までになかった YouTube でめちゃくちゃおしゃれな絵作りでおしゃれな世界観で、動画を発信してるっていうので、まあ彼は基本的にガジェットとか物を紹介してるんですけども、その世界観に憧れて僕も YouTube でこんなおしゃれに美容の発信したいなっていうので、YouTube 始めたんで、僕は YouTube のチャンネルは大人男子の身だしなみをアップデートというテーマで、まあ、4軸でやってます。4軸っていうのがヘアスタイル、ファッション、メンズメイク、メンズスキンケア、この4軸ですね。でこの4軸で、まあ、結構メイクとかスキンケアって今までハードル高かったので、ファッションとかヘアとかを入り口に僕のコンテンツを見てくれて、まあ、最終的にこっちコスメとかメイクに行き着いてくれればいいなっていうところで入り口をね4パターン作ってやるようにしてます。まあ、今までファッションとかヘアとかに特化した YouTuber っていたんですけど、こういう身だしなみっていう文言で4つの軸を持ってやってる人って今までいなかったので、まあ、そういった意味では伸びたきっかけだったのかなというふうに思います。なんでまあ僕のターゲットはアラサー男子なので、まあ、これからかっこいい大人になりたいとか、これからイケオジになりたいとか清潔感をもっと増したいんだっていう人に、まあ、おすすめのチャンネルになってます。結構僕本当に人によってキャラ変えるというか、八方美人と言われたらそうかもしれないんですけど、僕はカメレオン会話術とか言っていて、全員に対して、まあ、表情から声のトーンから笑い方から話題まで全て変えるっていうので演じてる部分があるんですかね。まあ、っていうのも多分人それぞれ好きな人のタイプって違うので、まあ、全員にとっていい美容師さんだなって思ってもらえるように、まあ、キャラとか、そういったものは全部変えるつもりで魂の接客します。似てるんだろうな。クリエイターへの憧れ。でもやっぱなんかそれもなんか仕事にしたい。うん、まあなんか何らかの形でしまきょっか。アシスタント化している。可愛くない？まあこれだけだね。だいぶいい。1ヶ月前にもこの撮影やったんですけど、ちょっとねフォロワーのなんですか増加が緩やかだったので、まあ、その前回の改善を踏まえて今回は物撮りに専念するっていうので、結構ね商品によったカットをいっぱい撮ってるんですよ。
で、トカジさんとも何回か話し合ったりとか、まあ、カメラマンも同じ人をずっと起用することによって、まあ、成長も一緒にできるっていうんで。はいはい、僕2年前に美容室辞めて、まあ、前の店で店長やってたんですけど、辞めてからもともとメディアとかをやりたくて辞めたんですよ。で、その時に身だしなみっていうものに出会って、まあ、今まで自分が好きだったものってもっとこう社会の男性のために役立つんじゃないかなと思って情報発信し始めて、で今のテーマ的には身だしなみの三角形を作るって言って、現場とコンテンツとプロダクト、この3つを今身だしなみの文化を作るために広げていこうみたいな。なんで、その3つを僕は今やってるんですよね。で現場は美容室なんで週2日ぐらいまだ髪切ってます。でコンテンツは YouTube と本書いたりとか情報発信したりっていうのを、まあ、週2日で、それ以外をプロダクト、こいつですね、を作ってるって感じで、まあほぼほぼその身だしなみの三角形で週7を使ってるっていう感じです。ちょっとでも大体スチールで、あ、もちろんもちろん、あの今シェアサロンで働いてるんですけど、シェアサロンってやっぱりそのずっと人が入れ替わったりとか、ずっと最新なものが見れるんですよね、トレンドが見れるっていうか。で場所も原宿の本店、 GoToDay の原宿本店なんで、ずっとトレンドなんですよ。だからそこで僕が髪の毛を切り続けたりとか、現場感とか、空気感を知りながらプロダクトを作っていくっていうのはすごく大事かなと思ってるんで、ずっとやります。っていうかね、美容師が一番楽しいんですよ正直ね多分あの今トカジもうんうんって言ってるけど、やっぱ僕らってなんかこう他の武器を手にしただけで、ビューティーというか美しさを伝えるっていうのは変わってないんですよね。で文化も流行も変わってないんで、一個の手段として、まあ、美容師もあるし、こういうプロダクトもあるし、 YouTube もあるしって感じで。でもやっぱね、美容師が一番楽しい。はい、こういう縦線を入れて、うん、ここにつけるね。あ、そしたさっきも言いましたけど、週2日やん美容師、土日に美容師やるのが楽しみなんですよ今だから本当に美容師って結構感性とか、まあ、コミュ力とかいろんな部分で他の職業にはないものを持っていて、でそれって他の業界行くと驚かれるほど長けてるんですよ、能力が。なんでそんなコミュ力あるんですかっていうのを、こういうメーカーをやり始めると聞かれたりとか、まあこういうねセンスみたいのも、まあ、今美容師仲間でやってますけど、やっぱ長けてるんですよね普通の業界行ったら。だからそれを持ち込んで美容師として生きてきた、よかったなって思うものを他の業界に持ってって、まあ、それも職業にしていく。そして本来の美容師に戻った時に、あ、やっぱ美容師が一番楽しいわっていう、なんかねその循環をさせていくことが次世代の美容師にとっていいことなんじゃないかなって思うので、まあ今副業ブームって言われてますけど、なんか副業っていうとサブ的な感じであんまりいいイメージないのかもしれないし、なんか本業をおろそかにするものみたいなのあるかもしれないですけど、副業っていうのはなんかこうサブじゃなくて何個も手段があるっていう複数の副だと思うんですよね。僕はこの美容師がメインとも思ってないし、タッチってブランドがメインだとも思ってないし、全部がメインだと思ってるんで、なんかそういう働き方美容師さんいいんじゃないかなとか思いますけどね。なんかね昔お客さんと話してて、他の職業めっちゃ面白いなって思うことあるじゃないですか。で僕それ思ったのが電通の方だったんですよ。広告のこととか、自分の業界のこととか仕事のこと話すのめっちゃ楽しくて、一時超ハマってたんですけど、電通の方からですよ、電通の方から、そのアイデア面白いねとか言われることがめちゃくちゃあったんですよ。でもそのアイデアって美容師からしたら普通で、例えばヘアスタイリング動画をインスタグラムにアップしてみるとか、早送りで巻き髪を見せるのをアップロードしたりとか、スタイルにキャッチコピーを毎回つけるじゃないですか僕らって、なんちゃらマッシュとかなんとかボブとか、なんかそういうののキャッチの付け方とかもめちゃくちゃ面白いアイデアだねみたいな感じのを電通に言われたっていうのが逆に違和感で、あれこれって美容師だったら当たり前だけど他の業界行ったらもっと面白がってもらえるんじゃないかなみたいな、なんかそこがきっかけだったんですよね僕、他の業界にこう殴り込みするの。
でもやっぱりそれって多分美容師やってないと分かんなかったことだし、逆にこっちをブランドをやったから気づけたこともあるんで、そのね、複数の回転、複数業ですねをやるのは次の美容師さんにとっては結構おすすめ、はい。になったかっていうのが、僕昔社会人になった時からお前人間に興味ないよねみたいな感じすっげえ言われてて、ちょっとコンプレックスだったんですよ。だったんですけど興味あるんですよ。人のこと好きなんですけど熱さがないというか、なんかどこか機械っぽいみたいな感じで言われていて、コンプレックスだなと思ったんですけど、フリーランスになった瞬間にそれがなんかこう全部解けたというか、自分の中で納得感いったものがあって、なんかそれは今のインターネットのシステムと多分同じ考えを持ってるんだなみたいな感じがあって、僕は人付き合いとか、仕事とかって全部デバイスとクラウドでできてるんですよね。そうだから、人と出会ってその人と喋ったこととかって一回全部自分の中で留めない、デバイスに留めないで全部クラウド保存するんですね、全てを。なんでそれが多分ちょっと機械っぽいんですよ。全部留めなっておいて、あ、それめっちゃわかります、本当すごいですね、好きですとはなんない、全部クラウド保存だから。でクラウドにめちゃくちゃ容量あるんですけど、全部保存した時に、あ、この人と会った時にいいなってものを引き出してその人と喋るんですよね。だからそれって多分好きじゃないとクラウド保存してクラウドから引き出してデバイスから発信しないんですよ。なんですけど普通の人から見たら多分それが機械っぽい、でも僕からしたらそれが一番器用なやり方で一番いろんな人と仲良くできるやり方だと思っていて、逆に言うといろんな人にやって全部の考え方を鵜呑みにしてたらデバイスぶっ壊れじゃないですか、容量いっぱいで。だからなんかそのクラウドに全ての人類の意見を保存しといて、その時々に置いて引き出すっていうのが、僕の機械っぽいところでもあり自分の人間っぽいところ逆にでもあるかなと思うんで、昔はそれがなんかこう自分の中で整理がついてなんかコンプレックスだったんですけど、今はその人間性はまあ扱いやすくて好きだなって思います。